子供が〇〇になったので。元アイドル、そして現在女優として活躍している斉藤由貴さんと、その旦那である伊佐来信康さんの馴れ初めや交際期間はあまり知られていませんよね。現在離婚の危機にあるということですが、今回は2人の馴れ初めや交際、結婚期間、そして離婚危機の原因などをご紹介しましょう。斉藤由貴と伊佐来信康の馴れ初めは、もともとアイドルとして芸能界デビューし人気だった斉藤由貴さん、現在は女優として幅広く活動していますよね。そんな斉藤由貴さんが結婚されたのは一般人男性の伊佐来信康さんという方でした。二人の馴れ初めはあまり語られていませんが、モルモン教ではないかと言われています。二人ともモルモン教の信者という共通点があるんですね。1993年9月にモルモン教信者の友人からの紹介で知り合い、意気投合し交際に発展したと言われています。出会って10日後には伊佐来さんが斉藤さんの実家を訪れていたというから、なかなか行動が早いですよね。同じ宗教で熱心な信者だと結婚もスムーズに進むのかもしれません。斉藤さんは伊佐来さんに対して、長身で細身で骨格がよく見てて飽きないという発言をしています。もしかすると斉藤さんが一目惚れしたという可能性もありますよね。伊佐来さんからすると、芸能人と交際ってことでそれは嬉しかったのではないでしょうか。斉藤由貴と伊佐来信康の交際、結婚期間は1994年10月24日に斉藤由貴さんは記者会見を開きました。電撃結婚ということで当時大きな話題になりましたよね。同年12月19日に結婚しますという宣言でしたが、世間を驚かせました。この時伊佐来さんはアメリカへ留学中ということで、斉藤さんは一人で記者会見を開いています。また伊佐来さんは1996年までアメリカへいたので、1年半ぐらいは遠距離結婚という形だったようです。交際期間としては1年にも満たないのではないかと思いますが、なかなかのスピード結婚と言えるでしょう。というか恋愛というよりお見合い結婚に近い形だったのかもしれませんね。1994年12月19日に新年結婚式を挙げていますが、伊佐来さんは一般人ということで画像などは公表されていません。また年齢は斉藤さんの1歳年上で、モルモン教の最高幹部という噂もありましたね。結婚されてもう30年近くになりますが、夫婦仲は円満だと言われていました。夫婦喧嘩もあるようですが離婚はされていませんよね。結婚当初、斉藤さんは、あなたが私を好きだと思うよりも私の方がもっとあなたを好き、なんて発言もありましたよ。斉藤さんにそれほど愛されているなんて羨ましいですね。しかし結婚し、出産、子育てなどもあり、お互いがすれ違うこともあったでしょうし、夫婦喧嘩はあったということでした。それでも伊佐来さんは舞台出演している斉藤さんに花束を贈り、子供たちとの関係を大切にしているということですよ。子供たちとのコミュニケーションが足りないと、3週間スウェーデンに子供たちと滞在していたということですし、すごいですよね。そんな斉藤由貴さんと伊佐来さんですが、離婚の危機にあるということで何があったのでしょうか。次でご紹介しましょう。斉藤由貴と伊佐来信康の離婚危機原因1、斉藤由貴の不倫が原因。斉藤由貴さんはたびたび不倫をしています。モルモン教は本来不倫は禁止されているんですけどね。それでも週刊誌などで不倫をすっぱ抜かれていますよね。1991年に小尾崎豊さんと北海道旅行をしたと報じられ、1993年には川崎麻世さんとデートが報じられています。最近では2017年に50代の既婚男性医師とのデート写真が流出し、キス顔写真やパンツをかぶった写真も報道されていました。全部が不倫かどうかは分かりませんが、本当だとすると3回は不倫があったということでしょう。その全てを伊佐来さんが許しているということなのでしょうか。尾崎さんと川崎さんの不倫はかなり前の話ですが、男性医師との不倫は結構最近ですよね。そして今その男性医師と未だに交流しているということが報じられているんです。斉藤さんがその男性医師の前で泣き叫んでいるということが週刊文春で報じられました。記事によると斉藤さんの離婚について相談に乗っているということで、離婚の危機だということですね。これが本当なら確かに離婚の危機だと思いますが、斉藤さんは伊佐来さんと別れて
男性医師と一緒になるつもりなのでしょうか。この男性医師ですが、2017年の不倫が原因で離婚しており、不動産を前妻に財産分与して全てを失ったということです。それでも斉藤さんと未だに交流があるということは、それだけ離れられないということなのでしょう。魔性の女と言われる斉藤さんですが、やっぱりそれだけ男性を魅了するものがあるのでしょうね。斉藤由貴と伊佐来信康の離婚危機原因に、子供たちが成人したから。斉藤由貴さんと伊佐来信康さんの間には3人の子供がいます。長女モネ、1999年11月18日長男非公開、2003年10月、次女非公開、2004年10月。もう3人とも18歳以上ということで成人ですよね。長女のモネさんは水島凛という芸名で、女優デビューも2021年に果たしています。斉藤さんに似てとても美人で、若い頃にそっくりだと言われていますね。他の2人は芸能活動をしていませんが、今後は分かりません。ということで3人とも大きくなっており、もう子育ては終わっていると考えてもいいでしょう。情報はありませんが、高校を卒業し大学に進学しているという可能性も高いですよね。つまり子育てが終わったので、斉藤さんと伊佐来さんが一緒にいる意味があまりなくなったということで、離婚するのではないかと言われています。子はかすがいとよく言われますが、伊佐来さんは子供たちが成人するまで夫婦生活を我慢して続けていたという可能性もあります。もしくは伊佐来さんだけではなく、斉藤さんも子供のために夫婦生活を続けていたということもあるのかもしれません。いずれにせよ、子供たちが成人になったから離婚するのではないかということですね。子供たちのためを思い結婚生活を続けていたけど、子供が成人すればそれで夫婦としての仕事は終わったという考え方もできます。離婚したとしても子供たちも納得するでしょうし、子供との関係も変わることはないでしょうからね。だからこそ斉藤さんは離婚の相談を男性医師にしていたというのもうなずけます。あとは2人の気持ち次第ということだと思いますけどね。伊佐来さんとしては今までの不倫を許していた懐の深い男性だと思いますが、それだけ斉藤由貴さんを愛していたということなのかもしれません。また斉藤さんも伊佐来さんが嫌いではないから離婚していなかったのでしょう。実はモルモン教は不倫も禁じていますが、離婚も禁じているということなんですよね。だから離婚に踏み切れなかったというのもあるかもしれませんが、現在は離婚も暗黙の了解と言われているようですし、今後離婚報道があるかもしれません。恋多き女として斉藤さんは有名ですが、それを知って結婚したというのも伊佐来さんにはあるでしょうから、それでも好きっていうのもあるかもしれませんけどね。今後はどうなるか分かりませんが、お互い話し合い納得の解決策を見つけてほしいと思います。離婚はせず、このままずっと夫婦生活を続けてほしいとは思いますけどね。最後までご覧いただきありがとうございました。